でよ。クックね、これシルバニアファミリーやんこれ。うん、あ、まあそんな人多いっすよ。ちょっと作れる気しんな。どうしよう、マジでわからん。いやもう大体もう自分基本っすよ、マジでわかるっす、やってれば。とりあえず木のやつは並べていこうかな。木で作ろう最初。そうっすね。まあ、木の家とかおしゃれっすよ、めっちゃ。まあ、別にモンスターに家壊されるとかはないんで、あの例外の、あの緑色の例外以外は、クリーパーさんやつ以外は家壊してこないんで。なんか土台が木ってなんかあれだな。俺も家作るか、じゃあ特大にしてないですか。おお、結構近所だった。だいぶ近所、お隣さんだった。めちゃくちゃ近い。めちゃめちゃ近所だこれ。結構オレンジ音うるさいですけど大丈夫ですか。え、全然聞こえないですよ。いや、ないっす、ね。あ、そういうことか。ないっすね。はい。やべ、今めっちゃ回収できなかった今完全に。やってしまった。やっちゃった。タルさん、黒歴史とかあります？黒歴史っすか。はい。え、マジでないんですよ。普通の人間なんですね、ちょっとした。マジで普通の人間です。黒歴史か。で、本当に昔の記憶があんまなくて。はいはい。あ、でもそうかも。結婚式したじゃないですか。はい。スピーチとかやってもらったんですけど、はい、よう覚えとんな、そんな話とかめっちゃあるんで。幼なじみの言ってたみたいよ、キョロノスケ。見てる、見てるか知らんけど。よう覚えとんな、そんな話っていうの。マジで覚えてないんで僕。なるほど。だからまあ多分過去に行けばそんなことしとったのっていう。いや、すごい、ものすごい家作ろうとしちゃった。ダメだな、これ。間違えちゃった。見たことない木が。あれ、普通の木っすか？これっすか？普通の木、ノーマルの木っすね。なるほど。別にブロックだけじゃなくていいってことか。そうなんですよ。こういう、いろんな、全然土ブロックでもおしゃれに家作ったりできますよ。いないですよ、そんなの。最終的には石にしてやろう。レンガの石もな、いいな。レンガとか、うん、めっちゃ集めるの難しいですね。まあ、これ、あれですね、上登るのとか、めんどくさかったら土で、結構掘りやすいんで、土で回収したり。ちょっとね、壁を作って、うわ、めっちゃ楽しいわ、これ。やっぱ並木とかはあの木目とか使えるんですよ、うんうん、木目とかなんで、こうやって横にこうタップしたらこう横になるっていう。すごっ。マイクラも勉強なんだ、ほぼ。
知識を覚えていくしかないですね。と思って。はい。はい、おぉ。はい、入れて。いや、もうあと。すいません、丸石も借りちゃいますし。階段って、はい、このブロックして作ってます？階段って普通ブロックで作ってますね。ですよね。いや、ブロックか、階段ブロックでもいけますよ。あのハーフブロックの方が上に上がるためのブロックなんですよ。上に上がるためのブロックだったら、まあブロックハーフブロックですか。あー、そういうことか。この階段でもいいっすね。これを繋げたいんですよ、上までビーって。このブロック、あ、そういうことですか。難しいですよね。いや、全然繋げられますよ、だって。え、ちょっとこういう状態にすればこういうなんで、で、なったらこういったらここにこう置いて、次またこう置いて、そうだそうだ、こっちからこっちから繋げていけば、まあ、上で、それから天井ちょっとぶち破って2回作るっていう。じゃあ普通にここにある程度置かなきゃいけないのか。来た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 。これめっちゃ黙っちゃうな。そうですね。マジで黙々とやっちゃうっす。これいかんな。まさに豆腐ハウスですね。これは。まあ、俺も後で2回作るか。そのうち。いや、でも木の上に作るのも考えたんですけど。で、木の上にですか。そうっすね。いや、違う違う違う、そいつちゃうで。聞いたー。はい、オッケー、作れましたと。じゃあ、これ、ジャガラザバリにしたいな。砂あればガラス張りにできるんですよね。そうですね。あ、やば、夜だ。めちゃめちゃ景色いいけど石炭がねえな。あった、めっちゃある石炭。ありがとうございます。これで我々の暮らしも暖かく暮らせますね。砂取りたいんだけどね。めっちゃ、うわー、すげえ、この山めっちゃ景色いい。帰り道忘れるぐらい景色いいな。なんか気持ち悪いのいる。え、なんかゾンビが。わあ。あ、やばい。待って、ゾンビ攻撃された。ゾンビいるんですか？あ、水の中のやつか。モンスター退治。え、砂と何やればガラスなんですか。砂を焼くって言うんですけど、焼くんですけど。あ、燃料か、これ。そう、普通の木で焼けるんですけど、あれですね、普通の木もったいないんで、あの、ハーフブロックにしたら、倍になるんですよ。あの、木を横に3個ですね。加工されてて、そしたら倍になるんで。いいのか。何しようとしたんだっけ。ちょっと穴開いてる。ゴムスいいなぁ。TikTok 出せば多分、あれ伸びるんじゃないですかね。え、マジっすか。ワンちゃん。どういう TikTok 載せるんですか。なんかその、まあ編集した後の動画、YouTube に出す予定の動画を、マイクラ、ハッシュタグ1、あの、はじめましたみたいな感じで、チャンネル登録お願いしますみたいに言って、やろう、普通にマイクラをしているっていう動画は、ハッシュタグ1だったら、
まだそこから子さんが増えてくるんで、1から7、パート100とかからじゃなくて、1からの方が見てくれる人多いんで、1なら見ようっていう人が多いんで。これガラスって、なんかシルクタッチでしたっけ？それじゃないと。あ、そうですね。シルクタッチじゃないと拾えないですね。パリンって割れちゃうだけです。ミスタスか。2個無駄にしちゃった。やっぱ俺は一番釣りが好きですかね。あと、鉄集めとか、ダイヤ集めが。ダイヤ集め、ね、面白すぎる。そうなんですよ。ダイヤ集めは、例えばダルさんと10分で何個ダイヤを集めれるか勝負みたいな。コントローラー買ってからだ。すげえいいな、ガラス。いいじゃないっすか、ガラス張り。窓作ったんすか？いや、床をガラスにしました。おお、おしゃれですね。卒業か、もう。早いな、中学校生活。僕何年前だ、中学校なんて。もう、あれなんですよ、卒業式。一番最後のクラスの、一番最後の出席番号なんで。はい。嫌だな。最後は音楽消えて、なんか、悲しい音楽が流れてて、それでみんな卒業証書をされるんですけど、一番最後の人は流れないんですよ。曲が止まって、ラスト、フルで、なんか、以下同文じゃなくて、ちゃんとの読まれて、渡されるから。確かにそっか。やっぱあれっすよね。卒業式は名前呼ばれたらクリリンのことかとかって叫んだ方がいいっすか。クリリンのことか。やっぱ。いやそれマジでなんか TikTok とかであるじゃないですか。うん、あるですね。マジでやめとけってめっちゃ思います。いやまあそれは俺思いますね。絶対やらないやったら人生終わるっていうか、もう普通に思い出がなくなるっていうか。めっちゃ寒いやん、こいつって思います。ね、ね何してんだしか思わないですよ。絶対先生に怒られるしな。そう。あれで怒られるんですね。あれすごい勇気必要ですよね。だから、あさっての朝にまた撮れれば、ドラクエは。だから今日ちょっと、小屋を練習しようと思ったんですけど、もう全くもう。ダメだ、これ一回これから離れようと思って。2日目の動画上げないですか、セギリジョン。いやもう、諦めました。一日上ですよ。せめて3日は。いやなんか、いや、これ無駄な時間ってめっちゃ思って。ああ、はいはい。まあそうっすならマイクラ指導かもね。なんかこんなんで、なんて言うんですか。調子崩すよりちゃんと今やってることを積み重ねて、うん、をやった方がよし。じゃあ俺やることないで一回マイクラを抜けちゃいますね。終わるまでディスコで言いますよ俺。了解です。いいんじゃないっすか。スタンクのあれやで、やりますね。チェンカスのプリマ一回負けとく抜けた8人だからここに皇帝タピ、おじゃアイスカイダルアルファルシャチ。いいじゃん。ガラスちゃん、くそ一個無駄にしちゃった。今日終わるかな。じゃあ終わります。はい、オッケーです。ちょっとベッドに。じゃあお疲れ様です。いいっすね、パラレル。これからパラレルにしよっかな。いやパラレルめっちゃいいと思いますよ。いいっすね。すごい。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。